この春に卒業する広島市内の専門学校の学生たちが社会貢献の一環として献血に協力しました。献血したのは広島会計学院ビジネス専門学校と広島外語専門学校の学生です。学校は卒業前に社会貢献の一環として学生に献血を呼びかけており、今年で40回を数えます。献血という活動を通じてより多くの人の助けになればいいなと思っています。広島赤十字血液センターによると、感染症が流行する今の時期は献血できる人が少なくなるため、1年で最も血液が不足します。広島県では1日に340人の献血を必要とし、センターは特に10代や20代の協力を呼びかけています。